ようございます。今日は新年初釣りということで友達と三浦の方にやってきました。ちょっと二日酔いで頭が痛いです。お天気もすごいいいのできっと午後には復活してると思うので初釣り楽しんでいきたいと思います。眩しいくらいの晴天の三浦半島、道すがら直売所で野菜を購入して釣り場に向かうのが最近の私たちのお気に入りです。今日の釣り場に到着しました。よく見ると水中にはキラキラと小魚たちが群れをなしているのが見えます。今日も今年も変わらずに私たちの釣りやっていきましょう。さて1投目、何からやっていくかというと、このタイプのジグヘッドとワームをひとまず投げてみるのがカマスを狙って以降最近のちょっとしたブームです。真冬というのになんだか奇跡的にポカポカ陽気の今日、何か見つけたのでクマセを巻いてみることに。そうだよ、釣りやってたんだよ。カマスをね今狙ったの。鬼の速さで諦めた。秒でワームをやめたと思ったら、やっぱり頼りたいのはこちら。今年も青い染め大先生に呼ばれていただきましょう。青い染めをつけた胴付き仕掛けを海底まで沈めていきます。小さな当たりはあるものの、なかなか釣れないこの時期の海、釣果はしぶくとも静かな堤防を二人占めできるこの時間が好きで、結局ここに来てしまうのです。海に来たらカモメに従い、もう一本竿を出してみることに。ジェット天秤に青い染めをつけたら軽く投げて置き竿にしてみます。友達の竿にも当たりはなく、平和な時間が続きます。なんとなく置き竿を上げてみると、置き竿にまさかの人手がヒット。このさ、ちゃんとさ、このなんか穴みたいなところにフックしてる。久々の人手の登場に笑いながらちょい投げを続けていると、何かがヒット。
そうだと思った。しかもスタイルあんま良くない。とりあえずルアーでも投げて遊んでみることに。魚影はあるのに釣れない今日の釣り。一本丸々の青い染め、どうせ釣れないし、そのままつけて投げておきます。今日はお持ち帰りなしだとほとんど確信しながら完全オフモード。しかし突然竿に異変を感じ、急いで巻き上げてみると、何かがついています。一瞬キスのようにも見えますが、なんだか平ったいこの子。バケツに一度キープして、お持ち帰りにするか考えてみることに。気持ちもさりげにようやく1匹目のチョウカをゲット。そしてまた置き竿をなんとなく上げてみると、わずかすぎるあたり、巻き上げていくと、なんでこの子たち何も言わないの。2匹目も連れてくれたので、お持ち帰りして食べてみることにします。あまり市場に出回らないけれど美味しいお魚と言われているメゴチ。釣りログ初のメゴチのお持ち帰り。さばき方も特殊なようなので上手にできるか不安ですが、どんな味がするのかとっても楽しみです。あまりお目にかかれないメゴチを今日は意を決していただいてみることに。一見ハゼのようなキスのような雰囲気ですが、なんといってもこの平べったさ。海底に落ちている餌を上手に捕まえそうな顔をしています。それでは早速さばいていきます。まずはこちらの背びれから取っていきます。どうにか顔の方まで切ったら、そのまま頭を落としていきます。ひっくり返して内臓を取って皮を剥いでいきます。もう一匹も同じようにさばいていきます。横から歯を入れて背骨を取っていきます。
粉までできたら、あとは天ぷら粉をつけて揚げていきます。いい色になってきたら完成です。初めてのお魚はまずはシンプルに天ぷらで、びっくりするくらい癖のない綺麗な白身のメゴチ、もちもちした食感の身がなんとも美味しかったです。これからはもし釣れたらぜひ食べたい、そんなお魚に出会えた宴となりました。今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。何も釣れないかもと思っていた矢先のメゴチ、とっても嬉しかったです。冬本番になり、いよいよ釣りも厳しくなってまいりましたが、きちんと防寒してめげずに楽しんでいきたいと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。釣れない釣りログ秋。